邪魔すんじゃねえよ。油断は禁物です。死ね。覚悟はいいな。簡単。死ね。こいつでとどめだ。手を貸すな。そんな。いやしました。これでどうだ。ありがとうございます。雑魚が、はっは、死ね。はっは、覚悟はいいな。クソが、はっは、どけどけ。ジェスです。準備はいいですか。全力で始めろよ。逃さん。死ね。こちらへお願いします。勝手にしてくれ。そんな、いやいつもこうだといいですね。これも皆さんのおかげです。邪魔すんじゃねえよ。皆様、お気をつけください。はっ、ちょっと、はっは、覚悟はいいな。こいつでとどめだ。手を貸すな。そんな、こちらにお願いします。勝手にしてくれ。これでどうでしょう。当然だろはいいな。
準備はいいですか？全力で行くぞ。そこ簡単に死なせるかよ。そんな、いやこちらへお願いします。今そちらへ向かいます。この程度の相手、勝って当然だ。皆様、お気をつけください。クソが！どけ！雑魚が！待って！死ね！ぶっ飛べ！こいつでとどめだ！手を貸しな！そんな、いやこっちに来て、今そちらへ向かいます。無駄よ。雑魚が。はあ？どけ。簡単に死なせるかよ。これで決めるわよ。この程度なの？相手になってあげる。皆様、お気をつけください。どけ！クソが！覚悟はいいな。簡単に死なせ。死ね！死ね！こいつでとどめだ！簡単に死なせるかよ！逃がさない！いつもこうだといいですね。
虹の雫はこの奥なのか。そうだ。そしてその場に魔物はいる。いや、魔物はそこにはいねえよ。な、お出迎えってやつさ。やつはすぐそこにいる。俺にはわかるんだよ。オラボ。相手になってあげる。油断は禁物です。おらよ。ありがとうございます。どけ雑魚が。はっ、這いつくばりだ雑魚が。雑魚が。どけ。はっ、死ね死ね死ね。こいつでとどめだ。手を貸すな。簡単に死なせるかよ。当然だろう。クソがぶっ飛べ。雑魚がどけ。これも皆さんのおかげです。次はドイツが相手だ。108煩悩を振り払い前進してまいります。こんなところで立ち止まるわけにはいかないの。修行に終わりはない。いつか必ず追いついてみせる。なせばなる、なさねばならぬ何事も。やったー、ミオナもっともっと頑張るね。引き返すわけにはいかない。もっとお役に立てるように頑張ります。気持ちいい。これは通過点に過ぎません。どうしたという。あれがシュバルツの背負った宿命さ。神をよみがえらせるためにその器となること。神ってやつの命が器にたまった。その分あいつの命が削られていくのさ。
正直見ていてあまり気持ちのいいもんじゃない。それがあいつの意志ではどうにもならないってことを考えるとなおさらな。偽物じゃねえぞ。ほら、ここで見張っててやるから。イグニス、貴様に指図されるいわれはない。ようやく目覚めたようですね。イヴァ、なんであの歌を。どうしました。いや、なんであんたがここ。フィオナに言われたからです。フィオナに。あなたが無理をしていることはすぐにわかるみたいです。自分がついていると無理をするだろうし。余計なこと。まあいい。それより歌？さっき口。そう、覚えがありませんね。あの歌を無意識に口ずさんでいたというのか。どうやら。あったのか。これで全ての素材が。よかった。ええ、どうしたの。実はあと一つネスが。そうはいくかよ。目を離した隙に逃げ。てめえは俺のもん。シュバルツの言うことはともかく、オルディネに約束したからな。素材がどう使われて、その先どう。虹の雫は我らリシェスの民の宝。ここまで来たんですから。皆さん、本当は怖かった。本当に。作ろうとしているのが。たく、決心を鈍らせる。マキがいらねえなら素材を持って帰らない。好きに。
私はもう少しだけ最後の素材ユルレの民の里にあります。ユルレ入手するだけであれば素材の管理を任されて、それだけのか、後で厄介なことにな、下手をすればユルレのために、そん時はそん、まあ、ユルレの民との関係がこじれた時は、なんということ。こっちは散々魔物退治をしてやってんだ。虹の雫だけでチャラになったと思うなよ。ただまあ、よく村に伝わる日、何も場所も明かす気はないが、変人勢ぞろい、シュバルツ否定はしないが、シリアムの集落という闇のしもべは群れるのが好きなようだな。まあ少しはこちらの話も聞きたまえよ。確かに我々は周囲との関わりを絶った。その原因、我々は他に頼れる者のいないか、特に医術の発展は目覚ましくてな。で、私は実験ができればそれでいいが、この町は居心地が、この町のためであれば、突き詰めればてめえのため、利害は一致している。あれ、イグニスさん、今日はお一人じゃないんですね。おいおい、女性相手になんて顔してんだよ。あんまり見ない顔だけど。はじめまして。知り合いというか、シンシアちゃんね。これが普通の反応よね。え、いえ、皆さんはイグニス、オサの命で行動を共にしているだ、ま、そうなんですか。イグニスさんのちょっと融通が、なんだその引っかかる言い方は。皆さんへの
なんか…ええ、とてもいい雰囲気ですね。実はあの女も森人だ。いやいや、男女の間に種族の壁なんてのはあってないよ。てめえはそればっかだな。じいさん、連れてきてやったぜ。おお。これはどういうことです？イバサ、あん。私がお断りします。何真面目に。シュバル。彼女は絶対に売れる。フィオナちゃんと。お主もお主の父上もとんだくせ者。なんとかうまく丸め。高くつくぜ。さらに要求するか。多少の失敗。その言葉はす。おい、イバ。舞台に立つことが。私の使命にどう。まあよく考えてみろよ。この町が有名になって人が集まる。俺やあんたの最もらしい言い分ですね。それで私は。なあ、こいつをどうする？頼んだのはあのユーミルという娘だ。あの様子で戻ると思うのか？ったく、どんな用事か知らねえが、とんでもねえもん残。いかがされましたか？その料理は。リラルラ。あ、いや、なんでもな。何慌てて。元の形は残ってないんだ。見られてまずいことはないだろう。まあそれはそうなんだが、料理がどう。貴様、このような料理を女に勧めると。じゃあてめえが食え。な、それは。ユーミルが頼んだ料理だ。まずくはねえはずだ。俺らは腹いっぱいだな。まあ、はあ、そこまでおっしゃるのです。おい、なんということを。どんな味がするんだ。味はとても上品で美味しいですよ。食感は硬くもなく柔らかくもなく、なんだかとても。それはだろうな。なぜ皆様はもぞもぞされているの。なんでもない。気にしないでくれ。うまいなら全部食っても。さ
がにこの量はちょっ。そっか、手伝ってもらって悪く、あとは俺たちで何とかするから言ってくれ。大丈夫。ああ大丈夫だ。それでは。さて、あいつも食ったんだ。てめえらも覚悟を決めて食う。仕方あるまい。食えばいいんだろ、食えば。まあ、元気になりすぎないことを祈る。グラッセアのクロフト森林に魔物が住んでいるという噂。私も祖父から聞いた話なので。私のことはご心配なく。邪魔をしないで。ほら、こっちに来やがれ。ほらよ。ありがとうございます。覚悟はいいな。簡単に。クソが。こいつでとどめだ。って簡単に死なせるかよ。そんな。いやー。こちらにお願いします。こちらにお願いします。承知しました。この程度なの？
これも皆さんのおかげです。次はドイツが相手だ。百八煩悩を振り払いところで修行に終わりはない。先進してもらうわけにはいかないの。なせばなる。追いついてなさねばならぬ。何返すわけにはいかない。もっとお役に立てるように頑張ります。これは通過点に過ぎません。